1919年5月29日の日食は、1919年5月29日に観測された日食である。この回帰日食は、南アメリカ大陸の西側から始まり、赤道を越えたアフリカ大陸の西側で最退色を迎え、アフリカ大陸の東側で終わった。また、回帰日食の継続時間は6分51秒で、 1416年5月27日から1937年6月8日までの間で最も長く20世紀中の回帰日食では5番目に長い。回帰帯が通過した回帰日食が見えた地域は南米のペルー南東端、チリ北端、ボリビア、ブラジル、アフリカのリベリア、フランス領西アフリカ南端、イギリス領ゴールドコースト南端、 ポルトガル領サントメプリンシペのプリンシペ島、スペイン領ギニア、フランス領赤道アフリカ、ベルギー領、コンゴ、イギリス領北ローデシア北東部、イギリス領ニアサランド北端、ドイツ領東、アフリカ、ポルトガル領東アフリカ北東部だった。この回帰日食はアルベルト・アインシュタインの一般相対性理論が正しいことを実証した日食として有名である。特に、 プリンシペ島でアーサー・エディントンが行った観測が有名である。プリンシペ島は最退職を迎える地点からわずか3 3ロ目。一般相対性理論によれば重力場によって時空が歪むとそこを通過する光はその歪みに沿って曲がる。これを観測者から見れば見かけ上光源の位置がずれているように見える。これは重力がまるでトッツレンズの役目を果たすことから 重力レンズ効果と呼ばれている。理屈上は、太陽のすぐそばをかすめるようにやってきた構成の光も曲げられ、見かけの位置がずれているように見えるはずである。しかし、太陽は極めて明るいため、そばにある構成を観測するには、太陽が暗くなる、回帰日食しかないのである。理論上、1.75秒という、わずかなずれが発生する。これは、 ニュートン力学で予測されるズレの2倍である。観測の結果、1.61秒というズレが観測され、一般相対性理論とニュートン力学で、一般相対性理論の方が、より正しい値を予言したことから、一般相対性理論が正しいという結論となった。また、ブラジルでは、アンドリュー・クロンメリンが、同じく重力レンズ効果の観測を行った。ちなみに、 21世紀中最も継続時間の長い2009年7月22日の日食はこの日食より12秒短い。ありがとうございます。